テテテテレテテレテン嫌な目ってことでね、また皆さん来ました。はい、月曜日といえば、はい、格闘技ニュース。おっしゃー。まあね、前回だと思うんですけど、まあ先週あったね、まあ、格闘技の僕が気になったニュースをベラベラ喋ってくだけなんでね、皆さんチャンネル登録、高評価、コメントお願いします。ありがとう。まあこのね、ベラベラ喋ってるのが好きって人いるんですよ。おー、ありがたいね、一番ね。僕なんかなんかしながら、ながら聞き、なるほどね、これに最適、このニュースとか特にね、やっぱ追えない人いるからさ、うん、これはね、あと俺が何を気になってんのか、うん、を気になりたい人がいるでしょ。なるほどね。気になりたい人の気になりたい人ね。そう、気になりたい人の気になりたい人が気になってることだから。なるほど。まあそれを聞くのはすごくいいことだと思うんで。確かにね。皆さんね、今日もね、あの格闘技ニュースやってきますんで、はい、ぜひ聞いてください。はい、お願いします。まず1個目、ドゥン。まあこれはもちろんミクルさんから来ます。お、はい、ミクルさんがね、まあ YouTube 見た人いると思うんですよ。うんうん。あの平本連戦のプランを明かしたと。お、はい、大復活してベルトを取りに行くっていうね、うん、言葉を聞けて僕は幸せなんですけどもね。結構熱いよね、発言がね。熱いよ。でなんかもうすでにね、うん、あの過去最高の仕上がりだとね、はいはい、言ってたやつは。で平本遠征はもう準備運動とか、まあ、そんな感じで、まあ、そんなに重きを置いてないと。うわー、かっこいい。これめちゃくちゃね、あのミクルさんファンからしたらね、やっぱ前も言ったんですけど、こういう言葉が増えていくたびにね、うん、やっぱ期待が上がっていくんで、上がるね。嬉しいんですよ。いいね。だから平本蓮選手は、まあ、急成長してるし、うん、まあ確かに腰は強いと、キックボクサーにしては、うん、その四つ組とか、うん、まあレスリングのテイクダウンディフェンスは強いんだけど、足のか、下の方のテイクダウンは、うん、あー、なるほどね、弱いと。おー。だから簡単にテイクダウンが取れると。打撃もめちゃくちゃ速くて強くてうまいんだけど、うん、まあでもそれでも倒されないだろうと。うん、で、俺も打撃で狙いに行きますと。おー、かっこよ。どうなん？いや、心理戦始まってんじゃないの？どうなん？これ、心理戦始まってんだよ。で、まあ中間距離とか近距離が平本選手うまいから、うん、まあ逆にガンガン攻めていこうみたいな感じらしいんで、うん、はいはいはい、だからミクルさんでもやっぱテイクダウンと、まあ打撃を混ぜて、うん、予想通りなんですけど、ある程度、うん、まあやっていくと思うんで、これは楽しみですっていう話ですよ。楽しみなニュースだな。楽しみニュースだろ、これは。で、まあそれでね、大復活して、まあ大晦日に、うん、あの鈴木千尋と、金原選手の、うん、負けた方、うん、オアクレベル、うん、だって。って言われてんだって、皆さん。だってっていうね。どうなんそれ。ニュースの終わりがだってっていう、ね。まあ、俺はクレベル選手を見たいね、やっぱ。そうね。言ってるね、ストーリーがね、そっから始まってるからね。だから平本蓮選手に勝って、うん、クレベル選手に、リベンジする。うん、で、ミクルさんは今年は見れるんじゃないかと。おぉ。思っておりますんでね。熱っ。皆さんね、今後ともね、あの、朝からミクルファンの方いっぱいいると思うんですよ、僕の YouTube の方は。そうね、多いと思うよ。ぜひ、一緒に追いかけていきましょうと。お願いします。これまず1個目のやつです。おぉ、ハッピーなところから始まりました。まず2個目。お、まず2個目。まず2個目です。じゃあ、これちょっと悲しいニュースなんですけど。どうしたどうした。まあ、もうね、ある程度ね、あの、問題解決したんですけど、うん、あの、ジョビンさんの、あの、YouTube のチャンネルが削除されたという。あったなぁ。これね、格闘界隈では、めちゃくちゃ話題になってて、うんうん、その日ツイッターのトレンドにジョビンさんに載ってたんですよ。おー、すごい。そう、ジョビンさんからしたらまあいいことだと思うんですけど。まあね、人気になるからね。そうね、これ何があったか、うん、知らない人もいると思うんですよ。うんうん、そう、僕もあんま知りません。うんうん、はい。だからちょっとわかんないんですけど。おー、いや、わかんないのかい。教えてくれんちゃうの？あ、まあ、じゃあ、バレンタインさんの YouTube から載ってるんですけど、なんかまあ、いろいろやってたらしいんですよ。その設定とか、アドレスの設定とか。で、ジョビンさんってもともと吉本興業所属で、で、吉本の、あの、所属の YouTube だったわけよ。はいはいはい。それを受けて、いろいろこう、なんか、申請とか、おうおうおう、あの、大元のアドレスが吉本のだったから、なるほどなるほどなるほど。変えようとしてて、もう大元のアドレスを消したらしいんですよ。したら消えちゃったらしいですよ、YouTube が。事故ってこと？事故。おっちょこちょーい。そう、事故で、の YouTube の、その全部バーンって消えちゃって、で、今、その復活の申請をしたらしいんだけど、まあ多分大丈夫っぽいんだけど、うん、もしかしたらだけど、そのチャンネル登録者数とか、動画とか全部消えちゃってるかも、うん、あるかもしれないって数字だけ戻らずにみたいな。そう、確かに5日間でなんか復旧するときはするらしいんだけど、ああ、なるほどなるほど。それがまだわかんないんで、はいはいはい、まあ、バレンタインさんはめちゃくちゃ喜んでました。ザ・マンビロンって言いそうだね。そう、やっぱジョビーさんが、うん、まあ、亡くなったことによって、うん、うちのチャンネルでさ、やればよくない二人で。まあ、取り分俺が決めるわ。コンビでね。そう、もうお金の匂いがすごいして、したらしく、ジョビーさんに、なるほど、なるほど。六本木から、うん、まで行って、うん、バーの営業終わりで、撮ってました。なるほど、なるほど、なるほど。っていうニュースです。おー、あ、
そっか、すっきりした。でも、知らなかったからさ。そう、何があったかさ、俺ら心配してたじゃん。なんかもしかしたらなんか悪い人にさらわれたんじゃないかとかさ、所沢の体操にやられたみたいな。ツイッターでもみんなそういうポストいっぱいあったもん。そうそうそう。うん、なんか格闘技界の闇に触れすぎて、なんかあったんじゃないかみたいな思うんですけど、まあそういうことじゃなくて。確かに。はい、そこは安心だね。そう、単純に消してしまったと。間違って。危なすぎでしょ。かわいいミスでよかったよ。かわいいけどさ、うん、ジョビーさんからしたら大気だと思うんだ。だいぶね。その時のまあ収益がどうなってるのかとかさ、確かに。いろいろあると思うから。確かに。そこはね、心配なんですけども、まあ多分復旧するということで。まあそうだね。はい。それまたジョミーさんの YouTube でまたなんか、ね、面白い動画があると思うので、うん、それを楽しみにしてます。動画待つしかないね。はい。うん、で次、まず3つ目。まず3つ目って。ここからはブレイキングダウンです。おー。はい。ミクロさんの YouTube チャンネルで、まあ、あったと思うんですけど、まあ、金田一選手と、前畑選手の、スパーリングというか試合というか、はい。まあ、このことについて詳しくは、明日の動画であるんですけど、はいはいはい、江畑選手をちょっと分析をしたんですけど、なるほどね。はい。じゃなくて、その、江畑選手は勝ったんだけど、戦い方に賛否って書いてあるんですよ。またかわいそう。かわいそうじゃない？まあ、細かい内容は明日の動画で見てほしいんだけど。ああ、まあそうだね。やっぱ蹴りだけで、やっぱね、詰められたら、くっとクリンチ、倒れる。うん。これで賛否があったっていうニュースです。また賛否あったの？いや、江畑選手さ、俺まあ、ほんと明日話すんだけど、すげえと思ってんだけど、なぜか視聴者からしたら、なんかいやらしいんだよね、この戦い方が。なんかあれなんだろうね、技術ありすぎると、なんか認めないみたいなのあるよね。そうだ、まあテクニックが多分ありすぎて、その、格闘技素人たちには分かんないんじゃないか、まあそういうことじゃない。はい。だからそれをちょっと俺解決してやろうっていうね、動画が明日あります。はい。それをね、皆さん見てください。はい、見ましょう。はい。これは本当に岩田選手が、賛否がすごい出てるっていうニュースです。試合内容に。岩田選手頑張れっていう話よな。そう。で、まあ次も一応ブレイキングダウンなんですけど、まあディープかな。これはいいニュースです。ヤステヒューマ君が、なんとかフューチャートーナメントみたいなトーナメントがあったんです。それでオール一本勝ちで優勝しました。やば。マジ？マジです。すげえ。見てなかったから。え、それトーナメント1デー？ 1デー、1デー。あ、1デーで4-1本。4試合1本です。じゃあ4本ってこと？ 4 本。4本勝ち。やば。なんか16歳以上かな？で、その若手をなんかその、なんだろ、フューチャーする。ああ、なるほどね。未来のスターみたいなね。そうそう。トーナメントなんだけど、ウェルター級かな？うん。そう、ウェルター級で4試合連続1本勝ちで。やば、フューチャーじゃめっちゃ。圧倒的に勝利と。これね、ブレイキングダウンからね、そのやっぱ、ライジンのチャンピオンになる選手も、近い未来あるんじゃない？いや、ありそうだね。安井くんマジすげえわ。安井くんさ、ずっとさ、俺ら好きじゃん。うん、試合中おもろい。で、しかもさ、ブレイキングダウンでもちろん強いんだけどさ、こういうなんかちゃんとしたリングでもさ、ずっと残してるじゃん。うん。一回負けてないから。負けてない、すごいね。これは安井くん期待ってことだね。すごいね。止まんないから面白いね。そう。試合中に。なんかキープしてるだけのさ、時間がないじゃん。動くじゃん、次。そう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 。これがね、この高いレベル、もっと高いレベルになってできるから。ああ、相手のね、ディフェンスも上手くなってね。まあ、それはそれは楽しみってことでね。で、もう一個ディープで、ニュースじゃないんだけど、ブレイキングダウンの選手が出たんですよ。はいはいはい。胸毛に切って選手。ああ、はいはいはい。わかるわかるわかる。ハジさんね。ハジさんが出たんだけど、で、相手も JTT 所属で、ブレイキングダウン1だか2だか出た人。はいはいはい。朝比奈選手って言うんだけど。ああ。とやったんですよ。うん。ブレイチョーマン、ブレイキングダウン大会で2ラウンド KO 負けしちゃったと。ああ、顔が結構すごかったね。そう、かなりパウンドもらって、うん、もうすっごいあざだらけで顔変形しちゃったんだけど、プロレスラーはまあここからでこのままやっていきますみたいな、おお、勝つまでやりますみたいな感じだったんで。なるほどね。村毛ニキ選手俺すごいと思うんだよね。いや、すごいよ。プロレスラーながらさ、ブレイキングダウンも出てさ、ディープまでプロレスラーみたいなも立っちゃってるから、すごいよ。なんか、そんなんか格闘技すっげえ好きなのかなと思って。多分だいぶ好きなんじゃない？好きじゃない？元はウェイトリフティングから、全日本準優勝かなんかしてんだけど、そっからプロレスに行ってさ、で、別にプロレスってさ、打撃のスペシャリストじゃないからさ、そうだね。打撃結構きついじゃん、打撃で。ブレイキングダウン出てさ、まあ初回は KO で勝ってるから、そっからまあいろいろあって、で、またディープの舞台に来て。すごいね。もう、マルチ格闘家って感じだよね。何でもできそう。そう。で、あれだよ、セコンドに、犬伏選手だからね、プロレスの。あー、そう。ええ。大スター、プロレスの大スター。そうそう。犬伏選手と、もう、親交があることじゃん。確かに確かに確かに。村毛ニキさんはすごいよね。すげえな、レジェンドやな。あんだけ胸毛あんのよな。胸毛以外は脱毛してるらしいからね。
じゃあ胸毛以外脱毛してなかったらほぼもうボーボーってことじゃん。そう、ヒゲと胸毛だけ残してあとツルツルなんですよ今。フライリキス。おもろ、逆に逆に脱毛のアピールになるよ。確かにね、うん、胸毛以外はツルツル。そうそうそう、はい、って感じでね、これがディープで、あのブレイキングダウン戦の選手。ああ、なんかスマホのさ、うん、フェイスロック開かなかったみたいなツイートみたいな。あ、顔ぐじゃぐじゃ。悲惨よな、びっくりした。でもすごくない？フェイスロックってあいつ優秀じゃん、結構。なんかマスクとかつけてても開くよ。ああ、あれね、目とかのでね。そう。うん、けどそ、顔ぐちゃぐちゃになって開かないってなかなかないの。だいぶ顔の形変わられたんじゃない？何何何、形変わるぞ、遅らった。そうそうそう。はい、って感じで、これがディープの、はいはいはい、ブレイキングダウン選手が出たって話です。うん、いいね、楽しい楽しい。これ次です。うん。次は、まあこれはね、まあ、おぎちゃんファン。とか、まあ、UFC ファン。ああ、UFC ファンね。は知ってると思うんですけど。うん。あのね、マックス・ホロウェイって選手がいるんですよ。はい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 、はい。が、この間、すっげーいい試合をして、おうおう、 UFC って、UFC のタイトルもあるんだけど、あの、BMF っていうタイトルがある。BMF。そう。それが何のタイトルかよく知らない。おうおう、なんか別にタイトルがあるわけ。はいはいはい。そこのタイトルマッチで、ホロウェイ選手は、あと、フェザー級の元チャンピオンなんだけど、おうおうおう、ライト級の1階級上のチャンピオンを5ラウンド制圧したんですよ。へぇ。そう。これ、まずすごいじゃん。1階級上の選手を5ラウンド、あの、完封してた、うん。ただ、そのまま行ってれば勝ってんのに、ラスト10秒ぐらいから、ここ来いっつって、リングの真ん中来いっつって、やる必要ないんだよ。ここで殴り合おうぜっつって、ラスト1秒で失神 KO っす。負け？勝ち。あ、勝ち？勝ち。ああ、すげえじゃん。やばくない？じゃあもう、あれか、相手にある意味ね、チャンスを与えて。チャンスを与えて、KO で、ラスト1秒だからね。かっこよ。そう。で、ボーナスで9000万ぐらいもらってたから。ええー、すごっ。これはね、伝わってないと思うんだけど、うん、やばいことなのよ。上の階級の選手に完封した上で、やらなくてもいいリスクを負って、リングの真ん中で殴り合おうぜ。で、ラスト1秒で失神 KO。すごい。こんなことできる選手はホロウェイ選手しかいません。スターじゃん。そう、ホロウェイ選手はもう本当になんか最強のストライカーみたいな感じなんだよね。そう、テイクダウンとかも、うん、なんだっけ、テイクダウンのディフェンスの確率が 87% とかなの。やば。そう、ほぼテイクダウンされない。すごいね。そう。で、なんか記録持ってるのよ。なんか20勝、なんかフェザー級で20勝とか、11連続 KO 勝利とか。へぇー。UFC のいろんなその記録を持ってる選手なの。すごいね。UFC で記録持ってること自体すごくない？あ、すごいっすよ。うんね。そう。だからそれはね、もっと覚えろ。お前はホロウェイ。まあね。ホロウェイは覚えな。あ、おぎちゃんがやつよね。そう。じゃ、暗闇で先生まで、メクショナイが好きになるーってやつでしょ。そう。あれ、覚えたよ。おう、めっちゃすごいストライカーなのって言ってたから覚えてた。めっちゃすごいストライカー。テイクダウンも全部切っちゃうみたいな。本当にすごい選手で。皆さんね、あの、見てない人は、うん、あの、動画載ってるんで、多分ツイッターとかで転載されてるし、TikTok とかも転載されると思うんですけど、ぜひ見てください。これ見ます。すっごい KO だから。おぉ。これがかっこいい。あ、こっこいよね。こっち真ん中でやろう。ああ。そう。真ん中だったらもう、どっこいだからさ。すごいね。どっこいだもんね。どっこい翔平。セルフドントムーブみたいな感じでしょ？そう、そういうこと。って感じでね、UFC のね、うん、すごい試合をね、ちょっと、あのあたりにしたんで。これ皆さんぜひ見てください。覚えた方がいいね。いや、ホロウェイ選手は覚えた方がいい。うん。あ、で、そういえば、一個忘れたんだけど、平本選手の話で。はいはいはい。平本選手今ちゃんとね、マクレガー選手の、練習場に行ってます。いたね。これは大変ですよ。ねえ、マクレガー選手のね、後ろでしょ。マクレガー選手上から見せたから、平本選手のシャドウを。そんなこと、すごいことだからね。だいぶね。そう。平本選手がね、これ、どう強くなって帰ってくるかっていうのは、あるから、さっきの予想はちょっとどうなるかわかんないけど、平本選手が結局街の展開が多いと思うんだけど、そうじゃなくなってるかもしれないし、自分からテイクいくかもしれないしね。ゴリゴリね、来るかもしれないよね。そうなった時にね、ミクルさんとどうなるかっていうのはね、確かに。まあでも、ただこの3ヶ月、4ヶ月じゃ変わんないと思うよな。まあね。的には。まあね。まあ、3回も変わるか。まあ、どうなんだろうね。体は変わるけど、強さって変わるんかなと思って。うん、ああ、なんかそれが必殺技を覚えてくるかも。まさね、あの、ミクルさん対策でなんかマクレガーが教えてる可能性あるよね。俺はサースポーだしね。確かに確かに確かに。ね、やられたら嫌なやつとかね。そうそうそう。ミクルさんの真似してマクレガーがもしかしたらスパーとかしてるかもしんないじゃん。真似レガー。そう、何秒なんだけど。まあ、それをちょっと言いたかっただけですね。次ラストです。はいよ。これは格闘代理戦争。あまり盛り上がってないですが。忘れてた。はい、皆さんね。やべえ。格闘代理戦争忘れないでほしいんだけど。格闘代理戦争でなんと、芦沢流星選手が監督として参戦します。で、なんと、浩二選手との因縁ワンマッチやります。おーい、リベンジマッチやん。代理戦争でやります。だけ？だけ？いや、選手誰ですか言わんの？選手とかわかんないんだけど、決まってなくて、2、3人、候補、浩二選手がいるらしいんだけど、そう、芦沢流星選手からしたらやってやるみたいな。俺だって2、3人そんな集めるの。なるほどね。みたいな感じで、浩二選手と芦沢流星選手の、
格闘代理戦争がワンマッチで決まりました。面白そうだね、はい、監督同士の言い争いが。まあそうだね、監督がさ、トラッシュトラック強すぎて、あ、選手たちと困惑すると思うけど。確かにね。いや、主役俺だろみたいな。確かに、ちょっと浮いちゃうかもしれないな、絶対思うけどね。あ、まあって感じでね、先週の格闘技ルースはこれいろいろありましたけど。すごいね、結構いっぱいあるよね。いっぱいある。まあ本当はもっとあるよ。あの、カイト選手がペットモラコット選手リベンジして勝ったとかね。ああ、俺それ聞きたかった、普通に。この辺はちょっと詳しすぎてね、皆さんね、あの、わかんないと思う。カイト選手勝ったよね。カイト選手勝った。おー、いいね。とかいろいろありましたけどね、うん。皆さんどうですかね、格闘技界。うん。4月は結構盛り下がってると思うんですよ、格闘技界。まあ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 、来週、再来週だね。そう。まあ、爆発するから。まあ、ライジンで爆発すると思うんだけど、まあ、それまでね、うん、皆さん、あの、僕と一緒に耐え忍んでください。まあ、細かいところを見てればね、もっと好きになるから。あと、過去動画とか、うん、全然面白いと思うんで。確かにね。そっちも見てもらえれば、うん、と思いますんでね、今後ともよろしくお願いします。お願いします。では、格闘技ニュースまた来週会いましょう。バイバイ。